こんにちは、沙織です。久しぶりの本投稿です。今日は体を緩ませることを意識して、少しずつ体を動かしていきましょう。それでは最初に右の足を横に伸ばしていきます。ではこの状態で伸ばしている足を揺らしていきます。もう楽にこの伸ばしている足を緩めていきましょう。足には3つ関節があります。足首の側関節から膝関節、股関節と全部のね、関節をゆるゆるっと緩めていきます。はい、では動きを止めたらそのままマッサージしていきましょう。なるべく足全体を触っていきます。もし手が届かなければお膝曲げてもらってもいいので、なるべくね、足全体をさすっていきましょう。こう触ることで皮膚が緩んで体も緩まりやすくなります。はい、では動きを止めたらそのまま手をスルスルと滑らせて上体を右に倒します。行けるところまでで結構です。はい、ではここから吸う息で左の手を天井に引き上げ、吐きながら上体右に倒します。ここでも少しね、揺れてみてください。気持ちよくお体を揺すって、左のウエスト、脇を少しずつ緩めていきます。はい、では動きを止めたら、そのまま左の胸、肩ぐーっと開き、この左の手を天井からぐるーっと背中の後ろに回します。で、このまま左の手の甲を右のお尻のあたりか、そのまま腿の付け根掴めたらガバッとね、掴んで、さらにぐーっとこの左の胸とこの鎖骨ですね、気持ちよく広がりを感じていきます。で、ここでもちょっと硬いなと思ったら、少しね、こうやって揺すってもらうと体が緩まりますので、こう揺れててもいいです。ずっとね、揺れてても結構ですので、少しずつ気持ちよく体を緩ませていきましょう。はい、では動きを止めたら、ゆっくりと吐きながら手をほどいて、このまま両手、ご自分のお体の前まで運びます。ここで息を吸って、吐きながらゆっくり体を前に倒していきましょう。お辞儀をしていきます。右の足の裏側、少しずつ伸びを感じていきます。ここでも揺れた方が心地よければ、左右にゆらゆらと揺れて、少しずつ体を緩めていきましょう。では息を吸いながらゆっくりロールアップ、両手手前に引き寄せながら上体を起こします。はい、では足をチェンジして、この逆側です。左の足を伸ばしたら、このまま足ね、ゆるゆると緩めていきましょう。左右差は皆さんどうですか？体の硬さ、左右ね、違っている方もいるかと思います。もう少しずつね、ゆるゆると緩ませていきましょう。はい、では動きを止めて、そのままマッサージに入ります。届かない方はお膝ね、曲げたりして、なるべく広いね、面積で触ってあげてください。はい、では霧のいいところで、そのまま左の手スルスルと遠くの方に伸ばすようにして、お体左に倒していきましょう。吸う息で右の手を天井に引き上げて、吐く息でゆっくり上体左側へと倒していきます。はい、ここでも気持ちよくね、体ゆすってもらっていいです。少しずつ硬くなってるところをほぐしていくように、体力を抜いてリラックスしながら
ストレッチしていきましょう。はい、では次の吸う息で右の胸、肩を開いて、その手を天井からぐるーっと背中の後ろに回して、左の手の甲、ウエストのあたり、ももの付け根をつかめたら掴んでいきましょう。吸う息で右の胸、肩を開いて、気持ちよく空を見上げていきます。で、胸の広がりを感じて、広がった胸にたっぷり呼吸を送ります。では吐く息でゆっくりと右の手をほどいて、その手を床に、両手ご自分の体の前まで少しずつ歩かせていきましょう。前まで来たら息を吸って、吐きながらお体を少しずつ前に倒します。これも揺れながら、体を少しずつ緩めながら前屈していきましょう。あともう一呼吸します。では息を吸いながらゆっくりロールアップ、両手を手前に引き寄せながら上体を起こします。はい、では右の足も伸ばして開脚していきます。はい、足の開くね、幅で結構です。はい、ではこのまままた足をね、ブラブラブラっと振っていきましょう。はい、ではこのまままた手でね、マッサージ入れていきます。手がね、届くところでいいので、片方ずつでもね、大丈夫です。はい、ではですね、そのまま両手を背中の後ろで組みます。指を絡めたら吸う息でぐーっと肩甲骨を寄せて胸を広げていきましょう。吐く息でお顔を正面、拳を左のウエストのところに持っていきます。ここで息を吸って、吐きながらお体を左にぐーっと倒して、右の腰、脇を伸ばしていきます。吸う息で中央に戻したら、今度拳を右のウエストのところに持っていき、息を吸って、吐きながらお体を右に倒していきます。今度左のウエスト、脇を伸ばしていきましょう。では吸う息で中央に戻して、もう一度拳をぐーっと後ろに、肩甲骨を寄せて、お腹、胸、体の前を広げます。では吐く息でお顔正面、手をほどいて、ゆっくりと前に前屈します。これも少しずつお体を揺らしながら、ちょっとずつちょっとずつ前に手を伸ばしていきましょう。両方の足の裏側、そして股関節、腰、背中と少しずつ緩んでいくのを感じていきます。では息を吸いながらゆっくりロールアップ、両手を少しずつ手前に引き寄せながら上体を起こしていきましょう。はい、ではちょっとずつ足ね、閉じていきます。少し固まってると思うので、これも少しずつゆすりながら足を閉じていきます。はい、では足を右側に向きを変えて、で足の間、拳2個分ぐらいね、開けていきましょう。でまた同じように足ブラブラブラーと振っていきます。手で関節を緩めていきましょう。はい、ではマッサージでそのまま、ね、足をマッサージしていきましょう。
切りのいいところで動きを止めて吐きながら、そのまま手を前にスルスルと滑らせながら前屈で、ここでも軽くね、お体を揺らしながら倒していくと前屈しやすくなるので、体ゆらゆらと揺すりながら、手も起きやすいところでいいです。床でも、きつい方は少しね、お体起こしてもらって、で両方の足の裏側、そして腰から背骨とお体の裏側を伸ばしていきます。で特に前屈のポーズは夜寝る前におすすめです。副交感神経が誘引されて睡眠に入りやすくなります。で今日行ったポーズはお布団の、ね、上で全部できるポーズなので、朝それから夜ね、寝る前にもとっても気持ちのいい動きなので、ぜひやってみてください。では息を吸いながらゆっくりロールアップ状態を起こしていきます。はい、では最後ね、正面を向いて深呼吸して終わりにしていきます。両手を胸の真ん中で合わせます。一息息を吐いて、吸いながら合掌の手スーッと気持ちよく頭の上まで引き上げ、ね、両手ふわーっとお尻の横まで下ろしていきましょう。息を吸って両手万歳、空へと引き上げ、頭の上で合掌、吐いて合掌の手を胸の中心へと戻していきます。これで終わりにしていきます。では皆さんね、毎日気持ちよく体動かしてください。では次の動画でもお待ちしております。またねー。